ゲルスターライプツヒにある、ゲルスターの墓オットマール・ゲルスターは、ドイツの作曲家。ヘッセン州、ブラウンフェルス出身。神経界とピアニストの間に生まれ、幼い時からバイオリンとピアノのレッスンを受けた。1913年に、フランクフルトアムマインのホッホ音楽院に入学し、そこで学生のパウルヒン・デミットと知り合った。 1916年から1918年にかけての徴兵による中断を挟んで1920年に卒業した。1921年にフランクフルト交響楽団に入って最初はコンサートマスターを務め、1923年から1927年までビオラのソリストを務めた。1927年から1947年まで エッセンのフォルクバング大学で、バイオリン、ビオラ、室内楽音楽理論、作曲を講義した。また1920年代は労働運動に参加し、労働者合唱団の指導を行った。ナチス政権時代には体制への適応が大きな問題であった。1933年には、バルドゥル・フォン・シーラッハの死によるドイツ・キリスト者のための合唱曲を作曲した。 第二次世界大戦が始まった1939年に道路建設に徴用された。1941年に作曲したオペラ、パッサウの魔女がデュッセルドルフで初演され、ブレーメン、マグデブルク、エッセン、リーグニッツでも上演され、シューマン賞を受賞した。1944年には、アドルフ・ヒトラーの天才名簿に掲載され、 戦時動員から解放されて作曲に専念することができた。戦後、ゲルスターはアメリカ軍のブラックリストに登録されたが、エッセンで講師を続けることはできた。1947年にフランツリストバイマル音楽大学の作曲家の教授となり、1948年から1951年まで学長を務めた。1950年には、 ベルリンのドイツ芸術アカデミーの創立会員となった。1951年に、フェリックス・メンデルス・ゾーンバルトルディ音楽、演劇大学ライプツヒに移り、1962年に退職した。また1951年から1968年まで、ドイツ民主共和国作曲家、音楽学者同盟の議長を務めた。ゲルスターは、比較的恩恵な作曲家で、 調整に基づいて作曲し、また頻繁に境界戦法を使用し、さらにそなた形式などの古典的な形式に民謡の旋律を取り入れた。その新古典主義音楽的な傾向の音楽は時に友人のヒンデミットと類似したものであった。彼は大衆のための音楽を試行していたので、東ドイツ政府の要求する社会主義リアリズムに従うことに問題はなかった。 ありがとうございます。